値催眠術にかけられたいんです。なるほど、ピュアな人の方がかかりやすいらしいですね。信じてないっていう人います。あ、斉藤京子はちょっとずっとね言ってた、怪しいなと、やってんじゃないかなと。でしょ、そもそもなんでここに選抜されたのかもちょっと分かんないけど。これ先生、やっぱり斉藤京子は予備催眠もかかりにくかったですか？元々が強制力のない技術なんです、催眠術。はい、なので、はい、初めて会った人によろしくって手を出されて、簡単に手を出す人はかかりやすいですし、うん、初対面だし、なんで握手手触んなきゃいけないのってこういう風にする人はかかりにくいですしっていうことなんですよね。まさに斉藤京子ですマジで、うん、斉藤京子とキャプテンもかかりに行く感じは持っててもらえる？それはもちろん、そのもずっと。果たして警戒心の強そうな2人は催眠術にかかるのか。箱の中身克服催眠術。怖い、左の箱で。じゃあちょっと、あ、でも今大丈夫、今大丈夫、今大丈夫、大丈夫じゃない、大丈夫大丈夫大丈夫、今いける。下の方ね、下の下だ、うん、もっと下、下、下、いいですよ。斉藤京子さんは箱の中身は苦手ですか、得意ですか？苦手ですよ、めっちゃどっち行く、どっち行くって、どっち行くってどういうことですか？どっちで入れる、両方行く、両方行くとかじゃなくて、じゃあもうこっちでいいわ、こっち行きます。やだやだやだ、どうしよう、お願いします。斉藤京子どういうリアクションになる、これ結構本当にやだ後輩がイケてないわけ、先輩として。あんまドンってやんない方がいい、無理、ちょっと待って、こっちにした方がいいかな。なんか選んでください。わかりました、いきます、はい。何やってんだよそれ、そんなパターン見たことないんだよそれ。ほら、田中さん今いぞ、はい、すごいでしょ、すごいね、この温度が楽しくない。斉藤さんもちょっとかかってんじゃないですか、ちょっと。そうさっきよりもね、斉藤さん、ちょっといいです、いいです、いいです、私は。こっちの箱ちょっとお願いします。やだよ、もういい、斉藤さんかかってる、二人みたいに楽しくなるから。そう、ちょっと行ってみよう、行ってみ、行ってみ。ということで満を持して斉藤京子にも恐怖心を取り除く催眠術を。目つぶって、体中の力抜いて、はい、行きましょう、分かりやすくていいですね、はい、力抜いて、どうぞ、何やってんだよ、何の時間だったんだよですね、同じじゃんけさ。足つぼ克服催眠術。さあ、まずは足つぼマットがどれだけ痛いのか4人同時に踊ってもらいましょう。それではいきます、スタンバイいいですか、いきますよ、ミュージックスタート。さあ乗ってちょうだいよ、痛い、待って、痛いぞ、踊ってください、どうしても踊ってください。斉藤京子さんももちろん痛いです、痛いってなって手ついたら手も痛くなったら全部痛い、じゃあ降りたという。先生、この痛みをなくす催眠をお願いしたいんですが、はい、そしていつも通り催眠を一人ずつかけるのだが、今回は4人の催眠のかかり具合にも注目しながらお楽しみください。あなたは気持ちよく目が覚める、気持ちよく目が覚めた後この音楽が鳴ると、この音楽が鳴るとあなたはすっごい楽しいんです。でもあなたが踊ってる最中でもこの音が鳴るとすげー、あなたは催眠が溶けてしまいます。めっちゃ楽しい、楽しさ倍増、すっと楽しい、めっちゃ楽しい、めっちゃ踊りさあ楽しいです、めっちゃ楽しい、すごいすごい、いけるいけるいける、すげー、痛くない、痛くない、痛くない、我慢してる感じも何でもない、すげー、あ、痛いわ、痛い、
違う。違う。違う。はい、いけますね。音楽が鳴った瞬間、高さ10倍、50倍、100倍、どんどん鳴るしかない。あらららららら。痛くない。めっちゃ楽しい。すげえ。すげえ。うわ、ジャンプした。はい、楽しみましょう。すげえ。先生、あの奥の2人は何やってたの？単純にかかってないということですね。なんで自主的に下がらなかったの？さすがにちょっと踊らなかったじゃあ先生、春日を見るだけで、はい、大爆笑、はい、必ずするようにっていうのでもやります。はい、かしこまりました。はい、春日さんが言うことが全て楽しい、全てプラス、めちゃくちゃ楽しい気持ちになって目が覚める。思いっきり楽しみましょう。一つ3つ、めっちゃ楽しい。春日さん見てください。トゥース。でもステージ行っちゃって、ステージ行っちゃって、春日さんこんなウケてるんだから。春日が椅子から立ち上がったぞ。歩くぞ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 。かかってないやつがいるんですけど。そうですね、片方のお二人がね、普通に見てても面白いですけど ね普通の人は先生言ってやってくださいよ。かかってなくてもね、春日さんもうこんだけ受けてたら新しいギャグもいけんじゃないの。新しいギャグ、うん、右肩チュッチュ。春日さん、はい、それはね、面白いです。面白くねえよこんなもん。右肩チュッチュ初めてやった。右肩チュッチュは面白いの。面白いの分からんわ。右肩チュッチュ、左肩草ね。見そうだね。面白いのやらないでください。右肩チュッチュ、左肩草。分かった分かった。待って、俺奥の2人が先生、かかってかかって、やっとかかったよ。最後に術を解いた状態で検証してみましょう。冷静。春日さん、うん、新ギャグお願いします。いきましょう。右肩チュッチュ、左肩クサー、お腹は普通、足。いやいや、もうかからない二人が一番笑ってんのよ。最後ごちゃごちゃするから。足